急勢ドジャースファンによる侵略がジャイアンツを包囲、ロバーツ監督が明かす大谷効果の恐るべき影響とは、ジャイアンツの本拠地で広がった異次元の光景とは、大リーグのドジャースに所属する大谷翔平投手は14日、日本時間15日、敵地であるジャイアンツ戦に2番 DH として先発出場し、特大の12号ソロホームランを含む5打数3安打2打点の活躍で、チームの1・0。 2位の解消に大きく貢献した。デーブ・ロバーツ監督はこれを大谷効果と称し、敵軍地元紙は青い波に無抵抗だと嘆いている。ブルーがオレンジを追いやった。オラクルパークの客席は多くのドジャースファンで埋め尽くされた。地元紙サンフランシスコ・クロニクルはジャイアンツとドジャースの間に生じた大きな隔たりは、一向に縮まる兆候が見られないとの題名の記事を掲載し、 100年以上も続いてきた両球団のライバル関係に変化が生じていることを報じている。アン・キリオン記者は、連戦初日の月曜日、私は観客席にいましたが、約3万5000人のファンのうち、およそ60%がドジャースを応援しているようでしたと述べました。FA での獲得に失敗した大谷に対しては、失望したジャイアンツファンからはブーイングが聞こえましたが。 そのよりもはるかに多くの人々が新しい大谷のユニフォームを身につけていたと述べ、彼に賛同する人々が多かったことを示唆しました。記事には、ドジャースが街にやってくるとき、青い波がマッコビー湾を一掃することに無抵抗だとあり、これは敵対するチームによる侵略がかつてないレベルに達していることについての嘆きが述べられています。また、LA から米エリアへののの数多くの移住者、チケットの入手しやすさ、 そして間違いなく見応えのあるドジャースというチームが組み合わさった当然の結果だと、これらの要因を分析しています。ドジャースのロバーツ監督は、敵地に乗り込む自軍ファンの数が今はさらに増えていると述べ、いつも私たちを支えてくれるファンが増えたのは、間違いなく大谷効果だと思う。彼は間違いなく目を引く変化をもたらしている選手だ。世界中の人々が彼のプレーを見るために集まっていますと。 大谷の影響力を強調しました以前から遠征に来るファンが多かったと述べながらも今年は全く違う次元だと証言しました試合はドジャースが2桁の失点を喫して完敗しました9回に10点目が記録された際には多くのジャイアンツファンがキロにつこうとして席を立っているのが目撃されましたこの敗戦でジャイアンツの借金は6に増え首位のドジャースとのゲーム差は5月半ばにして10に広がりました 今素晴らしいと感じるもものは何もありません青の侵略もジャイアンツのプレーもチームの順位もと落胆の声が絶えませんでしたチームのファンにとって評価の基準はやはりそのチームにどれだけのスーパースターが在籍しているかそしてどれだけの見どころの選手がいるかという点につきます大谷翔平という世界的なスーパースターの影響力は間違いなく大きいですがベッツやフリーマンなど 他にも優れた選手が存在しますまた、メジャーチームの中でも、MVP トリオが打線をけん引するのは、ドジャースだけと言っても過言ではありません。確かに、中には相手チームのファンで大谷選手の活躍や人、気をあまり好ましく思わない人もいるかもしれませんが、アメリカ大リーグ全体の人気と繁栄に彼が貢献してくれたことを多くのファンが喜んでいることを願っています。アメリカ大リーグの球場では、 客席の一番後ろでビールを飲みながら食べ物を楽しむことができるようになっており、そこにいる人たちは前半は試合にあまり集中せずにリラックスしています。しかし、中盤になると、自分の席に戻ったり、カウンター越しに大声で応援したりして、盛り上がります。これはアメリカンフットボールと似ていますが、アメリカ人のそういった楽しみ方も楽しいと思います。去年ののエンゼルススタジジアムででドジャース戦でも 青と白のユニフォームを身につけたファンが多かったように感じますね。ドジャースのファンの熱狂ぶりは本当に素晴らしいものです。大谷がいなくても、彼らの指示と情熱がこんなにも明白に現れるとは思いませんでした。これは他の球場でも楽しみになりますね。大谷翔平。敵地で地球を揺るがす。ジャイアンツの傲慢を粉砕。誰もが息を呑んだ瞬間。5月14日。 カリフォルニア州サンフランシスコのオラクルパークで行われたサンフラシスコジャイアンツ対ロサンゼルスドジャースの試合でドジャースの大谷翔平が先制ホームランを打った瞬間に観客の反応が野球ファンの間で話題になっています0・0両チームが得点を挙げずに試合が進み4回表が始まりましたこの回の先頭で打席に入ったのは2番の大谷でした大谷はこの打席で ジャイアンツの先発投手であるキートン・ミンが投じた初球、やや内角に甘く入った変化球に即座にフルスイングしました。その瞬間、大谷の打席を近くで見守っていた観客たちはほぼ一斉に叫び立ち上がり、すぐに興奮気味に両手を上げて打球の着弾を確信しました。その間、打球はライト方向に急速に伸び続け、場外ホームランとなりました。このホームランはスタンドの奥深くに突き刺さる大胆なアーチでした。 こうしたファンの反応に、日本の野球ファンも大いに注目しています。ネット上では、びっくりしすぎ、みんな同じ反応 W、まさに総立ち WWW、ほぼほぼ全員が同時に、立ち上がって同時に叫ぶ W といったさまざまな反応が広がっています。相手の先発投手、3回まで完璧なピッチングを見せていたのに、大谷に特大ホームランを浴びてから一気に崩れてしまったね。 おそらく両手を上げて万歳している人の中にはジャイアンツファンもたくさんいるだろうし、なんだかちょっぴりかわいそうに思えた。ただ、それもまた勝負の世界だから、期待の代打者に洗礼を受けたと思って、今後も頑張ってほしいね。大谷翔平のホームランはまさに見逃せないもので、観客の驚きが伝わってくるよ。打った瞬間に球場がどよめいたのは、その飛距離と迫力に他ならない。 それを見ているこちらまで楽しくなるね。大谷のバッティングはただの一打ではなくまるでイベントのようなものだ。そんな彼のプレーが野球をより一層魅力的なスポーツにしているのかもしれないね。これからも彼の活躍に期待大だよ。今年の大谷は打者に専念しているため過去のデータが通用しないのでどこまで行くか本当に未知数だ。ここまでで本塁打30打点で 長期離脱もなくこのままのペースなら48本塁打120打点ペースになる。中でも OPS1.108 という数値はとてつもない成績だろう。ベッツの1.004も相当すごいが、やはり大谷を見るとかすんでしまう。そしてベッツ、60安打と大谷、61安打でそれぞれが最多安打で競い合っているのが他とはレベルが違いすぎる。これが 1, 番にいるのだから そりゃドジャース打線も爆発しますわのホームランを昨日リアルタイムでテレビで見ていましたが、打った瞬間の音と角度で確信しましたが、映像の最初のシーンはボールの行方で何回も流れる VTR からは、観客の表情を見るのが大好きです。その中で興奮して相手チームのユニフォームを着たファンが手を挙げているのを見ると、どっちやねんと突っ込みたくなりますが、チームを超えたファンもいて嬉しくなります。 この調子で量産してほしいけど時々真ん中付近の甘いストレートを見逃して追い込まれ低めの変化球に手を出して三振があるけどテレビを見ながらあそれ打たなきゃあかんやろとツッコミ入れていますがそういう時はほとんど三振か引っ掛けていますあれってキャッチャーが打ち気がないと見透かしているのかなと思うことがあります